リファイト。お疲れ様です、ボウ君。いや、素晴らしい動画、メッセージになりました。いや、今回ね、エクストリームワン。こんなね、アマチュアの試合があるなんて、とっても素晴らしいじゃないですか。いや、これね、しかも第1回でしょ？で、まだ注目度も低い。こういう時に、ぜひ何かの縁を持っておきたいなと思います。で、私からの、この練習生外からの希望としてはですね、ぜひこれボウ君に入れてほしい。2月19日、日曜日、東京、大森ゴールドジム。もし、まだ参加が可能なら、そして僕に都合が合うなら、これはぜひ参加してですね、1分間のミドルキックチャレンジ、これやってもらいたいな。そして、リファイトクラブでも、1分間のミドルキックチャレンジ、これ似たようなことをやりたいじゃないですか。30秒のミドルキックチャレンジとかね。まあ、足がいきなり上がらないと思うんで、ローキックチャレンジでもいいかもしれませんけども、あとはね、シャドーボクシングチャレンジとか、そういった形で、何らかの形で、オマージュをしたいなと思います。で、この2月19日の出場に、もしなんかね、都合がつくようだったら、リファイトクラブがスタートした直後にもうこういうの参加するみたいな、そのハングリーさをね、僕には出してほしいし、こういったのが一つ一つがチャレンジだと思うんですよ。この、エクストリームに参加しましたみたいな、その、参加したという実績を作るだけでももうずっと語れると思うんで、何よりもの投資だと思うんですよ。で、これからリファイトクラブを大きく広げていくときに、こういったアマチュアの公式試合にもう入っている、参加しているってこと自体がね、あ、前田選手との縁があったんだなと、匂わせるだけでもすごいなと思います。で、ここに、できれば、例のトランクス作って出てもらいたいなと思うわけなんですよ。で、ここからね、もうちょっと話を詰めていきたいと思うんですけども、まあ画面を切り替えてね、ちょっとお話していきましょう。画面を切り替えてこちらの方どうぞ。はい、1分間高速ミドルキック連打チャレンジ。まあこれね、ボウ君何回ぐらいできるんだろうなというところもあるけども、そんなことはそんな問題じゃない。出るのが、すごいね、縁になると思うんですよ。他の選手にも会えると思うし、有名選手を間近で見ることによって、ボウ君の、モチベーションにもなると思いますし、それからね、普段の、キックボクシングジムのトレーナーとしても、いや、俺、あれ、エクストリームワン出てんだよねって。いや、大したことないよ、もう、そんなね。俺なんて、まあ、ほんとほんと、まあまあ、まあまあ、ちょっと目立ったぐらいかな、みたいなね。そんな語り草にもなる。もう、あらゆる意味で、こういうのに参加してるってことが、ボウ君自身のブランディングになると思うんですよ。で、2月19日、もうね、日が差し迫ってるんで、もしかしたらもう参加難しいよとか、スケジュールつかないよとか、費用がかかるよったら費用がね、バカ高いよみたいなことがあるかもしれないんだけども、どうなんでしょうか。公式サイト、PR タイムズの方に行くと、エクストリームワンっていうのがあって、確かにね、私は全く知らないけれども、有名な選手なんだろうなって人がこう控えてると。須藤元気ぐらいがいるとね、わかりやすいんだけども、残念ながら、もうまだ現役なのかどうなのかわからないような人がね、こういるという、この、安倍さんっていうのはもうそこそこの年齢なんじゃないかなと。まあ、この人はちょっとね、強そうですよね。うん。例えばね、ムエタイでね、トニー・ジャーっていうね、映画スターがいるんですけども、あの人はすごい強そうですね。トニー・ジャー私も大好きです。で、これでしょ ?1 分間高速ミドルキック連打チャレンジ。これ、なんとかね、ならないのかなと思います。これ、新しい競技を作ったわけでしょ。だからこれ、リファイトクラブそのものじゃないですか。怪我をせずに、自分の技や力を評価していただくことができると。だから目の前の相手をぶっ倒すだけがね、格闘技じゃないんですよ。格闘技の技、それがね、寸止めであろうとも、トレーニングの、なんかね、形であろうとも、なんか評価できるところあると思うんですよ。でも、もしくはね、私たちがやってるのは、ファイティングポーズでコンテストしようみたいな、もう最もハードルが低いじゃないですか。しかも、ファイティングポーズ取るだけだったらね、はっきり言ってベッドでもできるんで、足を悪くされた方とか、入院中の方でも、ファイティングポーズを取るみたいなことができるわけですよ。で、出席していた武道の達人たちに、参戦を繰り返し促すと。ね。これ、ボウ君が、いや、キックボクシングトレーナーですっていうふうにね、出てくれたら、これは、そこそこの注目を浴びるんじゃなかろうかと。しかもまだ、このね、エクストリームワンの注目度が低くってチャンネル登録者が少ないっていうことなんで、だからこそ、もう経験者が来てるな、ベテランが来てるなっていうところが、このイベント自体の励みにもなるんじゃないかなと思うんですよ。で、ジェントルマンクラス、これは参加したいな。うん、参加したい。できれば、観戦もしたい。うん、ちょっとどっちも今のところでは無理なんで、
申し訳ありませんということですけどね。で、ミドルキックチャレンジの、何ですか？アマチュア大会。これどうなんですかね？これは試合でしょ？ジェントルマンファイト。なんかいろいろ書いてあるけども、ミドルキックチャレンジ6600円参加。なるほどね。いいじゃないですか。なるほどね。いいと思いますよ。ちょっとこの辺で終わっときましょうか。画面の方はね。はい、戻ってきましたね。いや、私はね、こういうのを待っていた。こういうチャンスを生かしてほしい。で、ボー君がこのエクストリームワンの会場まで遠いのか近いのか、実際に行けるのかどうか、私は分からない。ただ、ボー君の方で、なんとか都合がつけれるんだったら、そして行く意思があるなら、ぜひ参加してミドルキック挑戦してもらいたいと思います。で、その際の参加費用は、私のスポンサー費用として持ちたいと思う。6600円。プラスですよ。プラス。トランクスが間に合わないかもしれないけども、もしね、もう今日とか明日中に決断がついてもエントリーするっていうんだったら、このトランクスの全費用も私が持ちたい。それを、今ね、練習生私しかいないんで、練習生みんなで負担しようぜって言っても、一人なんでね、一人。その代わり決定したら早いわけですよ。ね。まあ私はね、ボー君の一番弟子ということでね、これから入ってくるたくさんの弟子の頂点に立つわけですから、そのぐらいのことはさせてもらおうかなと思っております。はい、まとめます。できれば、できれば、できれば、このエクストリームワン参加してください、ボー君。できれば私自身が参加したいが、私にはそこまで行く気力もないし、さすがに金もかかるし、時間もなかなか取れない。プラス、キックができない。これはこれからのことなんで、まず、このエクストリームワンの第2回目があるとしたら、私はジェントルマンの試合に出る。これは約束します。ここに、第2回があるなら私はそこを目指して、これからね、体を絞って、技を鍛えて、で、マスボクシング目指していきたいと思います。ですんで、ぜひね、私が出る前に、第1弾、エクストリームワンの試合には、ミドルキックチャレンジ、ボー君出てください。そのボー君の参加費6600円と、トランクスの費用、これ、もろもろで、多分、1万円弱ぐらいなのかなと、計算します。それも私が、全出資します。今、スポンサーは私しかいないですからね。で、この2つを合致して、多分、全費用、2万円ぐらいじゃないですか。で、当日の、何？弁当代？これも出しましょう、もう。ね、弁当代。どうでしょうか。弁当代がいくらかわかんないですけどね。まあ、1000円前後ぐらいじゃないですか。で、お茶を入れてもね、そんな2000円とか5000円とかしないと思うんで。その辺も加味して、ちょっとまとまった金額を、せめても、私はお金だけでも参加させてもらいたい。で、ボー君はその体と精神力を、リファイドクラブを背負ってね、行ってもらいたいと思うんですよ。どうでしょうかね。この私からの提案。もし可能なら、もしね、可能なら受け取ってもらいたいと思います。もちろん、ボー君の体の問題とか、それから前後のコンディションとか、スケジュールとか、様々事情があると思うんで、この希望が通るかどうかわかりませんが、私の気持ちとしては、ボー君が体を向けてくれるなら、費用は私が出したいというね。この協力体制でリファイトクラブの、まず第1回目の目立った活動として、足跡を残してほしいなと思います。プラス、じゃん！はじめの一歩最新刊、ついに、買いました。いやーもうね、これはね、見るとね、なんで俺はボクサーをやってなかったんだとね、もう明日のジョーを、読破した以来の後悔に苛まれるぐらい、一歩くんすごい。実はこのはじめの一歩、私は中学生の時に連載が始まったんですが、もうね、40年近く経つのに、一歩くんは、なんかまだ当時から3年ぐらいしか経ってないというね、このリアルな、時間の流れの10分の1ぐらいは言ってくれる。これ、未だに青春してるというね。素晴らしいね。やっぱこういう風な格闘技の仲間がいるってのも、なんか、羨ましい世界です。ぜひ、エクストリームワンに、もしね、ボー君行ってくれたら、そこで、リファイトクラブの宣伝をするというね、含みを持たせて、試合に出て、いろんな人と可能な限り交流してもらいたいと思いますけど、いかがでしょうか。できれば、できれば、できれば。そして僕は個人的に目の前にいる
お、あの人見たことあるぞみたいな選手を見ながらよだれを垂らして、そしてキックボクシングジムのトレーナーをしながら、この前エクストリームワン出てさ、ああみんな知り合い、これあ知り合い知り合い、これもこの前あったね、この前握手させてもらった、一緒写真撮ったみたいなね、自慢の種にもしてもらいたいと思います。それでは、すべてはリファイト、リファイト。じゃあ、いってらっしゃい。